こちらはネクスコ東日本です。午後0時10分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに6号向島線上り方向の情報です。事故のため両国ジャンクションを先頭に向島まで4キロほど渋滞しています。続いて中央環状線外回りの情報です。葛西ジャンクションを先頭に船堀橋まで5キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて中央環状線内回りの情報です。中野長者橋を先頭に熊野長ジャンクションまで4キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて東北道を宇都宮方面へ向かわれる方にお知らせします。を先頭に蓮田サービスエリアまで15キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて午後池袋線上り方向の情報です。竹橋ジャンクションを先頭に飯田橋まで交通集中のため渋滞しています。引き続き水戸方面へ走行中の方にお知らせします。